どうもゲイチです。カモスポーツというところご利用になったことあるでしょうか。日本の J リーグですとか海外のサッカーのリーグのユニフォームですとかグッズなど結構売っているお店でして、僕もジュビロの公式ショップで買えなかったものを買ったりとするようなことがね結構ありまして、都内にも店舗はたくさんありますしお世話になっているお店なんですけれども、そちらでなんと J レプリカパックというものを発売しておりました。1万1000円でJリーグのユニフォームランダムで3枚入っているという形になっております。ユニフォームって1枚1万円以上、1万5000円下手したら2万円以上するじゃないですか。さあこれねやるしかないなと思いまして、なんと2万2000円分購入してきました。つまりJリーグのユニフォーム6枚の福袋をこれからやっていきたいと思っております。基本的には2020年の J リーグのユニフォームということになっております。例えばね、僕ジュビロのユニフォーム毎年のように買ってまして、去年の2020年のユニフォームなんかって言ったらホームのユニフォームを2枚買ってるわけですよ。でアウェーのユニフォーム買ってなくてゴールキーパーユニフォーム1枚買ってるという状況ですので、僕の中のこの一番の当たりで言えばジュビロのアウェーユニフォームですね。白のユニフォーム当たったらもうめちゃめちゃ熱いと思ってないジュビロのユニフォームですから。そして次に当たって嬉しいのがジュビロのゴールキーパーユニフォームかなというところになっておりますね。他のねチームのユニフォーム当たってもめちゃめちゃやっぱ嬉しいわけですよ。普段ね自分で買おうとすることがないユニフォームなわけですから、楽しんでユニフォーム開封していきたいと思います。はい、こちらですね、段ボール1箱届きました。こちらに6枚のユニフォームが入っているという形になっておりますので、ぜひ開けていくようにいたしましょう。さあ、袋が2枚入っておりますね。3枚ずつ入っているということになっております。とりあえずこっちから行ってみましょうか。さあ、何のユニフォームが出るか、もうね、これドキドキですよ。カモさんのね、この福袋形式のユニフォームパックっていうのは以前からずっとあったらしいんですが、J リーグのパックがあるということで今回買ってみましたけど、何が出るかですね。ちょっとこれ、どうやって開けるの？さあ、ではいきます。1個目、おぉ、 FC 東京のホームですね。開けてみましょう。あ、いいですね、かっこいいかっこいい。アダユートン・ドスタントス・ダ・シウバ選手がいるね。 FC 東京のホームでユニフォームゲットしました。さあ、続いてこちら、お、これいいじゃん、 FC 岐阜さんのユニフォームですね。いいじゃん、 FC 岐阜さんのユニフォームかっこいいね。いい感じいい感じ。 FC 東京のユニフォームも岐阜のユニフォームも買うことは自分ではないと思ってたんで、かっこいいじゃんこれ。ニューバランスでね、しかもオーセンティックなのかな。さあ、そして一袋目最後ですよ。何が出るか、じゃあ、お、きた、ジュビロ磐田アウェイユニフォーム。マジこれでかい、これ持ってなかったっすから、マジこれ超当たりじゃん。ちょうど買ってなかったんですよ。これ当たるのマジでかいわ、最高すぎる。ありがとうございます。これ着てガンガン応援したいと思います。まだね、これで前半戦ですから残り3つあるんですよ。何が嫌かというと被りが嫌ですから、被りなしでいきましょう。残り3枚何が当たるか楽しみですね。いきましょう、1発目、4つ目ですね、こちら、お、お、なんとFC 東京さんのアウェイユニフォームです。ホーム&アウェイコンプリートっていう感じですね。ありがとうございます。いや、もうね、かぶり替えしてよかった。ホーム&ホームじゃなくてホームアウェイ来てくれたの、さすがカモさん、ありがとうございます。いいね、かっこいいじゃんこのアウェイユニフォームも、グラデーションになってていい感じですね。ありがとうございます。5着目何が出るでしょうか。こちら、お、おお、これは嬉しい、サガントスさんのユニフォームですね。いいじゃんこれね、ニューバランスで、去年はねまだ最初スポンサーがこう胸ついてなかったんですけれども、本当はねこのユニフォームをちょっと手に入れて銀鱗フットボールさんと一緒に鳥栖まで行ってね見に行く予定してたんですけども、結局コロナ禍で実現がしなくて、まあ、このユニフォームを手に入れることがなかったんですけども、こうやってねこのカモさんのバッグで手に入るとめちゃめちゃ嬉しいですね。とっさね今年調子上げてきてますんで、楽しみなチームですね。このユニフォーム当たったらめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。さあ、そして最後
何のユニフォームが来るでしょうか。何が嬉しいかな。もうね、ジュビロのアウェイユニフォーム当たっちゃったんで、もうどこでも嬉しいには間違いないですけど、とりあえず被らなければ嬉しいというところですけれども、ラストこちら、お、ジュビロ磐田来た。これは嬉しい。マジジュビロ磐田のゴールキーパーユニフォームス、マジでかい。え、6着買って、正直ね、僕かぶりあると思ったんですけど、6着とも、まあ、チームはね、かぶりながらも、ユニフォームとしては別のユニフォームが出るという。これ、カモさん、マジっすか？これ、調整してくれたんですかね？ 2 セット買ったから、さすがにかぶらしちゃかわいそうだろうっていう、なんかこう、あったんですかね？ 6 つのユニフォーム、全くかぶりなしでしたよ。しかも、ジュビロ磐田2着あって、ホームじゃなく、ゴールキーパーユニフォームとアウェイユニフォーム当たるというね。これですよ。いや、これ最高でしょ。え、カモさん、最高っすね。他のユニフォーム嬉しかったですよ。トスさんのユニフォームだったい。FC 東京さんのユニフォームも。もちろん、岐阜さんのユニフォームもめちゃめちゃ嬉しいんですけど、何よりもジュビロ2つ、ホームなしで、アウェイとキーパーユニ。最高じゃないですか。今後カモで買い物いっぱいします。来年以降もおそらく J レプリカパックが入るかもしれないので、もしその機会があったらぜひ皆さん買ってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。